現代社会で最も重要な役割を果たしていると思われる経済交流について説明をします。現在経済交流は世界の交流の中でも最も重要なものになりつつあると思います。経済という言葉は福沢諭吉が経世済民という言葉から作ったものでありますが、市政という易経から由来する言葉もございます。根源至るや万物を市政すということで、乾坤というのは天地という意味であります。それが万物を養うという自然界のさまざまな資源が人間の社会的な営みを支えていくという意味で経済という言葉が使われたわけでございます。経済も人類の誕生の頃から行われている行為であると考えます。